日東交通、千葉県、日東交通株式会社、日東交通は、千葉県木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市で、主に事業を展開する、バス会社。かつては、房総半島南部一円にエリアを持っていたが、1994年、平成6年10月に、鴨川日東バス、立山日東バスを分社化し、現在の事業エリアとなった。その際、 立山市にあった本社を木更津市へ移転している。ただし、高速バス部門の一部と貸切部門は分社化せず、本体に高速営業所、観光営業所として存在している詳細工述。一般路線、貸切バスのほか、新日鉄住金機密製鉄所、東京電力二日力発電所関連の特定輸送も手掛けている。 大正初期当時の南房総は、県外との交通機関は、回路のみで、東京に着いてから各地へ旅をするという、陸のことを同然の半島だった。鉄道線が1912年、大正元年8月に、木更津駅まで、1913年、大正2年6月に、勝浦駅まで、それぞれ開通するまで南房総の陸上交通は、人馬車が、唯一の交通機関だった。 勝浦、木更津サラ領域から鉄道線が延長されると同時に、1913年、大正2年、日東交通の前身である旅館、万歳館が自動車部を設立し、千葉県内における最初の許可を得て、木更津町、現、木更津市に、乗り合い自動車の運行を開始した。運行に際しては、イギリス大使館より払い下げた1910年型、ダラック5人乗り乗用車が使用された。 ちなみに、当時の運行許可証には、進行速度は、市街地では8里、時速約30キロ以内、その他は10里時速約40キロ以内や、人馬車との離合の際は、助行や停車をすることなどといった条件が記されていたという。その後、三日月自動車や暗房自動車、防臭自動車などといった、数社の乗り合い自動車が設立された。1929年、 昭和4年4月、安保鴨川駅で房総東線、現、JR 外房線と房総再線、現、JR 内房線が結ばれ、房総半島を一周する鉄道線が開通した。こうして、県内外の交流が深まった一方で、船舶による旅客輸送は撤退の一途をたどった。内房地区は秘書地として栄え、日蓮の聖地である外房地区は観光。 信仰のメッカとして、県内外より来訪する観光客が増加した。その会もあり、乗り合い自動車は、団体、一般旅客それぞれの輸送で繁栄した。しかし、1923年、大正12年に発生した、関東大震災を境に、経済恐慌が起こり、不況の波は、南房総の地にも押し寄せる。ほとんどが弱小基盤にあった企業は、 不当競争と少ない資本に耐えることができず、合同会社を設立するまでに至ったのである。1927年、昭和2年3月、安房自動車、本社、北城町、現、立山市、防州自動車、本社、安房郡白浜村、現、南房総市白浜町が合併し、安房合同自動車が誕生した。現在の日東交通の創立である。 創立当初は合併により不当競争は収束したものと思われたが、不況の波は国内経済を行き詰まらせ、安保合同自動車も経営難に陥った。この時、予想外の事態が発生する。1933年、昭和8年、鉄道省は白浜町、千倉町、現、南房総市千倉町など7町村を基盤とする、省営自動車の運行を決定する。 鉄道のない当該地域は安房合同自動車におけるドルバコ路線を用していたが、当時の鉄道省は何事もなく重複区間で乗り合い自動車の運行を開始した。こうして重点路線の廃止という浮き目を見た安房合同自動車は安田、現、巨南町、ヘグリ、現、南房総市と山地区各方面への山間路線新設などで強化を図り、この窮地を乗り越えた。 この期間は苦難の連続だった一方で、会社の基盤を作る期間でもあった。1937年、昭和12年、日中戦争勃発から終戦。1945年、昭和20年8月までの間、木更津、立山漁師中心に軍都として、海軍航空大基地などの大規模な施設が作られた。合わせて人口も増加し、会社としても繁栄した。 しかし、国家総動員法が施行されるとともに、1938年、昭和13年にガソリン消費規制令が発令され、戦況が進むと同時に、車両、タイヤなどといった重要物資はすべて統制対象になってしまう。翌年の1939年、昭和14年から、ガソリンに代わって木炭焚き木を燃料とする木炭バスが運行の主体となる。 1941年、昭和16年より太平洋戦争に突入し、運行に不可欠な物資は徐々に失われ、乗り合い自動車業界においても厳しい戦争経済の状況へと陥った。一部の従業員は兵士として召集され、車両資材の調達もままならない状態となり、実動車両がわずか5両という日も珍しくはなかった。 旅客輸送における責務を果たすために、この南極を放任することは許されなかった。1943年、昭和18年、安房合同自動車、機密合同自動車、外房内湾自動車の3社は、政府各方面からの要請を受け、合併協議を開始し、事態の収集に取り掛かったが、各社の資本構成や合併条件などの問題から、協議は暗礁に乗り上げてしまう。 三社は、この非常事態収集に対する合議の結果、安保軍出身の実業家である中村洋一郎、当時、衆議院議員に協力を打診。中村もことの重大性に理解を示し、三社の合併準備も進んだことから、強度の交通事業のためにと、積極的に行動を起こしていく。協議開始時に直面していた資金面。 条件面の問題も三社の要望通りに解決し、多額の資本注入を得て、協議が無事成立した。まずは、安房合同自動車と機密合同自動車が合併。翌年の1944年、昭和19年7月に、外房内湾自動車を九州合併して、三社の合併が完了した。その後、日東交通に社名を変更し、立山市に本社を構え、 新たに発足した。時代は平成に入り、昭和40年代後半から続く、利用客の減少に伴う赤字の削減を目指し、沿線自治体の支援の下で、不採算路線の縮小や廃止を最小限に抑えて、今日まで運行を続けてきた。しかし、乗客は前世紀の1969年、昭和44年に比べて、 半分以下まで落ち込み、このままでは路線を廃止せざるを得ない状態に陥っていた。そこで、同社は、旅客数の少ない鴨川、立山、港管内の3営業所、路線バス部門を、全額出資の子会社、鴨川日東バス、立山日東バス、ア毛日東バスとして、1994年、平成6年に、分離、発足させ、 各社の収入に合った運営で路線の維持を図ることに決めた。1997年、平成9年12月、同社に転機が訪れる。東京湾、アクアライン開通により、廃止されたマリンエキスプレス、木更津川崎航路の代替として、木更津駅と川崎駅、横浜駅、羽田空港各方面結ぶ高速バスの運行を開始した。 同社における高速バス事業の参入である。開業後1ヶ月間は通勤客の利用が多く、各線とも乗車率は6割を超えた。アクアラインの開通で、木更津地域と首都圏の間を約1時間でアクセスできることから、その後は木更津、君津、鴨川、立山の各地域と首都圏などを結ぶ高速路線を次々と開業していった。こうした。 様々な経営努力が功を奏し、2005年、平成17年には、累積赤字ゼロを成し遂げた。近年では、ノンステップバスを導入し、バリアフリー化をさらに進めていることに加え、2015年、平成27年に入ってからは、交通系 IC カードサービスパスも高速バスを皮切りに導入し、路線バスやコミュニティバスにも順次拡大を進めている。 2015年に、同社全身の万歳間自動車によるバス路線運行開始から一世紀を迎えたことを記念し、初のバスイベントとなるワクワク日東バスフェスタを開催し、その後も継続的に開催しているほか、渡辺あゆ公によるコラボソングの発表など、沿線利用客などへの利便性、PR にも力を注でいる。その一方で、アモウ日東バスなどの吸収合併といった、 グループ再編で合理化を図っている。案内書とは、高速バス及び、一般路線バスの乗車券、回数券、定期券の発見、発売をしている窓口を指す。内は共同運行会社。1997年、平成9年12月の事業参入から2018年、平成30年現在までに、以下の17路線が運行されている。 発着地域ごとに3カ所の営業所による営業体制をとっている。各線共通で平日は通勤の足として、休日は買い物や観光の足としての利用が多い。また、同社における全体収入は約6割を高速バスが占めており、さらなる利用客増加を図るために高速バスとホテル宿泊をセットにした企画商品の発売などの施策も行っている。 ローカル路線が主体となっている東京湾アクアライン海図5は、京浜地区へ証券が移ったことで、駅周辺の商業施設が衰退の一途をたどると、同時に利用客も減少している。一方で、近郊の宅地造成が進むごとに、既存の路線を再編するなど、バス路線の整備にも力を注いでいる。3カ所の営業所、1カ所の出張所、 一箇所の車庫の体制となっている。運行系統、開廃事項など詳細は各営業所の記事を参照のこと。かつて運行していた一般路線バスの廃止代替バス、21条バスに橋を発する。同社で車両を用意する運行形態となっている。国内4メーカーを揃えている。近年導入された車両を以下に記すが、在籍車両など詳細は 各営業所の記事を参照。かつては、2ステップ、前後、扉車、あとは、引き戸が主流だったが、当時の交通バリアフリー法試行に関係して、現在は、ノンステップないし、ワンステップ、前中飛車、中は、折り戸ないし、引き戸が主流なっている。また、2000年代後半以降は、LED 式の行き先表示を採用した新造車を導入している、合わせて、 既存車も LED 式に交換された。塗装は、機密運輸営業所の車両を除き、昭和20から30年代に採用された伝統的なもの、丸運色、草色、白となっている。機密運輸営業所の車両は、貸切車との共通塗装となっている。車載機器については、整理券発行機、運賃箱は、小田原機器製、デジタル式運賃表示機は、レシップ製、 車内放送装置、LED 式方向膜は、クラディオン製のものをそれぞれ採用している。ハイデッカーの前扉車、折り土内紙、スイングドアが在籍している。中には化粧室付きや、貸切格下げ車も在籍していることから、路線バスと同様に使用により、バリエーションが豊富である。また、行き先表示は、当初幕式だったが、二0一年、平成十三年以降の新造車は、 LED 式に変更されている。合わせて一部の既存車も車体更新時に LED 式に交換された。塗装は貸切バスと同一である口実参照。車載機器については整理券発行機、運賃箱は小田原機器製、車内放送装置、LED 式方向膜はクラリオン製のものをそれぞれ採用しているが一部は ゴールドキング製の方向膜や一水製作所製の賃箱を採用した車両もある。主に自家用、使用、前扉車が在籍し、塗装は貸切バスと同一である、工術参照。貸切車は平成時代初頭まで数多く在籍していたが、2000年、平成12年の道路運送法の改正に伴う規制緩和により、 新規の貸切バス事業者の増加で競争が激化し、現社を余儀なくされ、現在在籍する貸切車は少数にとどまっている。前車ハイデッカーの前扉車、折りナイシ、スイングドアが在籍する。ちなみに90年代前半に導入された車両、富士重工業、17型 M ボディ仮装は、210、スペシャル、日東スペシャルという愛称を追っていた。 2015年、平成27年12月には、化粧室付きの特別使用者を導入し、同月より、同社主催のバスツアーで稼働を始めている。その後、2017年、平成29年には、塗装を新緑基調に赤、緑のラインを配した、プレミアム観光バスが導入されている。現在もスーパーハイデッカー仕様は導入されていない。塗装は、 昭和50年代後半に採用された路線バスカラーを禁じ化したもの、赤、黄緑、アイボリーとなっており、側面等にはニットコツと社名がローマ字で表記される。また、貸切車者と高速者の差別化を図るため、フロントマスクの配色に変更がなされている。コミュニティバス、代替バスも含むは、 専用の小型車両が在籍するが、ノンステップ仕様もしくは車椅子用リフト装備など、バリアフリー化、乗降のしやすさに寄与している。塗装は、各自地帯独自のデザインが採用されているが、中郷富岡線など一部車両は、貸切バスと同一の塗装となっている。先日参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。